正田でございます。本物の金ちゃんでございますよ。お厚ございます。お体に気をつけて、ルート53次やりましょう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。あんた脇役なの？なんだかんだと言いながら、ルート53次、ヤング2人のはぐれ旅。今週はやってまいります宿場は、東海道53次、北川の宿。というわけで、はい、ルート13次、いよいよ来ましたな。二川やそうで。そう、ジュリさんのショルダー、牛川、僕のバックは二川、豚川ってなこと言いましたね。白いこと言いますね、ラジオが本職の方は。二川、二つの川と書きます。もともと川の多いところで、昔々は大岩と唐沢という二つの宿場があったのを、一つにまとめて二川としたためす。ラジオの方はよく調査が行き届いておりますな。これだから、そうですね。時々間違っておりますが。もともと、二川のあたりというのは、隣に豊橋を控えまして、都会というほどでなし、田舎でなし、賑やかでなし、かといって騒がしくもなし、豊島でなし、かといって中年でもなし、そらもうところやったそうでございます。しげこや、何あなた、ほんまにこの辺ところやな。ほんとね、いいところに建て売り住宅買ったわね。あれ？なんや？長州の兵隊さんだそうよ、あなた。江戸へ行くらしいの。そうか。明日からカレンダーは明治やったな。お、行ってるうちに。ちょっとお前、家が揺れてきた。なんやなんやなんや。東北沖地震か？都内の震源か？何言ってんのよ、あなた。汽車。汽車というもんが走りだのよ。あれが昭和51年まで廃止にならん岡城機かと言ってるうちに。お前、家の前で豚が鳴いとるよ。何言ってんのよあなた。これうちの前が国道1号線になって、自動車が走り出したのよ。さよか。トヨタさんもここから近いよってな、と言ってるうちに。おい、どうやけど、なんやこれ。朝から晩まで地響き立てて通りよってかに、寝てられへんがな、まあ、うるさいな。運転手ですが、名古屋行くのどっち行くでしょうか。名古屋やったら、そこのタンスを右に曲がって、冷蔵庫の脇を左に入って、ちゃぶ台と下駄箱の間をまっすぐ。現代の交通のど真ん中に巻き込まれた東海道は二川地方。二川の災難はそれで終わらなかった。昭和39年になると、さあだ、お前この夏よ、女引っ掛けたのかよ。なんだお前、カジュアルよ。お前こそお前やってんじゃねえのかよ。それがよ、この夏キャンプ行ったんだよ。でな、夜中に隣のテント女子高生のところを襲ったわけよ、いつものようによ。いやいやなんてところに押さえて頑張ってんだ、手でおまん。いいことやっちゃったのよ。くんやろ、うめえことやりやがってよ。いや、俺もよ、こないだ海でよ、女がブラ外してコヨコしてるところよ、後ろからガバッと左手でビリッと剥がしてよ、左手でお前はお前。とばっきり言っちゃったよ。うめえことやりやがって、こっちは。しかし、まあよ。まあ夏だからってんだ、油断できねえんだよな。この間よ、ディスコで仕掛けた女、押し倒してガバッて行こうと思ったらよ、女のバカ力ってすげえんだな。いきなり俺の金玉よ。新幹線どうしたの。皆様、4本目の新幹線が遅れましたため、放送上お聞き苦しい用語が出ましたことをお詫び申し上げます。
you